女の人って怖い。こちら、アジョラジャー、アジョラジャー時間です。はい。まあちょっといろいろと報告したいことがあるので、まあ動画をね、撮っているんですけど、いつだら先週か、先々週かちょっと忘れましたけど、あれ、全身に入れ墨がある女性がね、面接に来まして、で、まあちょっと、まあ全身に入れ墨があるということでね、まあちょっといろいろ僕の中で引っかかってて、全身にタトゥーじゃなくて入れ墨を入れてるって言ってやったんですよ。で、まあなんか、まあ全身ってまあどこまでかわかんないですけど、おそらくまあ腕の方までね、びっしり入ってるみたいで、で、足の方も、入ってるみたいでね、もうおそらくどうやったら胸ぐらいから、おそらく足の方ぐらいまで、まあ入ってるみたいなんですよね、手と足と。だから、まあ、そこぐらいまでびっしり入ってる方って、まあ、普通の方と言いますかね。まあ、素人の方と言いますか、肩着の方と言いますか、まあ、そういう方が普通入れないじゃないですか。そんなびっしりとね。タトゥーとかやったらわかりますよ。ね、なんか、よく流行ってる若者とかが入れてるような、おしゃれでね、おしゃれで、タトゥーとかやったら、まだわかるんですよ。そういう方はね、まあ、何人も、今の僕の会社にも何人もいらっしゃるので、そういうのやったらわかるんですけど、そうじゃなくて、まあ、入れ墨を入れていると。全身にね。だから、それを言われたので、まあ、普通の僕の考えでは、ちょっと暴力団的なね、まあ、そちらの匂いがあるのかなと思って、で、まあ、面接の時に、まあ、いろいろそういう方ですかみたいな、そういうなんではないですかみたいなね、ちょっと、まあ、失礼かなと思いつつ、ちょっと しつこいまではいかんけど、まあ、何回かね、2回ぐらいちょっと、ちゃんと聞いたんですけど、まあ、そういうなんでは一切ないと、言われたので、あ、わかりましたと。で、まあ、一旦ね、持ち帰って、で、まあ、社長と、いろいろと、相談させていただきまして、で、まあ、その方を採用するのかどうするのかみたいな、いろいろ相談させていただきまして、で、まあ、社長が、まあ、もう、まあ、その、入れ墨のことはね、まあ、置いといて、で、まあ、実力的には、そういった倉庫経験とかもありますし、もっと10トンドライバーとかで10年ぐらい、ドライバーとして、やられたということなので、まあ、まあ、実力的にはね、すごいいいので、だからまあいいんじゃないかみたいな。だからまあ、俺はいいと思うぞみたいなね。まあ社長は言ってやったんで、まあこれやったら、まあ始まるが最終決めたらいいぞって言ったんで、僕はまあ採用したいなと思ったんで、まあ採用するっていうことになったんですよね。最終的に。で、まあその、女性の方に電話させていただきまして、まあ採用させていただきたいと思ってますみたいな、こう喋らせていただきまして、でまあ、ありがとうございますみたいなね、言ってくださって。で、まあ、その次にね、まあ、なんつうんですか、説明会じゃなくて、採用するにあたってね、いろいろな書類をちょっと提出していただかないといけないので、でもう一回ちょっと来てもらえますかと、会社の方に。で、まあ、いろいろ書類をお渡ししたりとか、いろいろその、制服のサイズとかも合わせなあかんかったんで、で、まあ、いいですかつって。で、来てもらったんですよね。日を言って。で、まあ、明日行きますよってやったから、で、次の日に来てもらって、で、会社の方来てもらって。で、まあ、いろいろその、まあ、誓約書みたいなところに、ちょっとね、まあ、失礼かなと思うんですけど、その誓約書で説明させてもらってるときに、その暴力団とのつながりはない、ありませんっていうのをね、誓約書にちょっと書いてあるんですよ。で、だからその辺もちゃんと説明させてもらって、まあ、前回もちょっとね、面接の時に言わせていただきましたけど、まあ、失礼かもしれないですけど、ここに書いてある通り、そういった暴力団との、つながりは一切ないってね、誓約書に書いてるんで、で、ちゃんとそこに同意ね、していただかないと、まあ、採用はできないみたいな、そういうのも、もう一回ちょっと言わせてもらったんですけど、まあ、そういうのももう絶対そういうなんではないと、言っていただいたので、まあ、もう、信用して、ちゃんと誓約書にもね、まあ、ちゃんとサインをね、してもらって、また、再度提出してもらうんですけど、で、まあ、その時にも、
まあいろいろ、まあ本当にいろ、まあなんかめんどくさいけどね、いろいろ最初出さんとダメじゃないですか。銀行口座の ああいうのとかね、あの誓約書とか。あといろいろ、まあなんかいろいろ、まあ同意書みたいないろいろあるんですよ。めんどくさいけど。うちの会社と親会社にわざさんとダメなんで、でまあいろいろちょっと書いてもらわなあかん、もう、まあめんどくさいけどあって、でまあ書いてもらって、んで次にね、制服のサイズを合わさんとダメやったんで、で靴のサイズ、とね、で制服のサイズを合わせてもらうとダメなんですけど、だからまあ当然出ますよ、部屋からね、部屋から当然出るんですけど、でまあ制服をね、まあ一応2サイズ持ってきたんですよ、女性、まあ一応背丈を見ておそらくこれぐらいだろうなっていうので2サイズを持ってきて、でまあどっちがいいですかみたいな、ちょっとちっちゃいかな、ちょっと大きいかなみたいなあるじゃないですか。だから2サイズを持ってきて、でも僕一回出るんで、でまあ両方着てもらって合う方をね、言ってくださいみたいな。で外に僕待ってたんですよ、あの女性の方が、その入れ墨入ってる方がね、まあ、着替えてあるんで、こう外に僕も待ってたんですけど、んでちょっと5分も経ってるか経ってへんかぐらいで、コンコンってね、僕外に出てるんですけど、コンコンってされて、で、ガチャって開けられたんですよね。んで、制服って、まあ、新品の袋に入ったやつを2つ渡してるんですよ。まあ、当然、新品のやつ渡すじゃないですか。んで、新品のやつって、まあ、袋に入ってるんですよね。ナイロンみたいな袋に入ってて、んで、まあ、そっから出してもらって、んで、また出してもらって聞いてもらうんですけど、ほんで、まあ、律儀にね、その袋に、また戻さんとダメやと思ったんですよね。まあ、新品やから、一回来て、サイズがちょっとちっちゃいかな、みたいな感じで、あ、これはちょっと無理やな、みたいな感じで、もうそのまま置いといてくれさったり、全然いいんですよ。いいんですけど、律儀に戻そうと思ったんですよ。元あった状態にね、畳んで、元あった状態に袋に入れようと思ったんですけど、それが、入らんかったらしくて、畳み方がわからんくて、もう一回袋に入らへんかったらしくて、で、どうしたらいいですかみたいな感じで、聞いてきゃったんですよね。んで、まあ、当然、振り返るじゃないですか。普通にコンコンって、僕外に出てるんですよ。外に出てるんで、コンコンってしたらドアガチャって開けられたら、あ、すいませんって言われたら、ほら、振り返るじゃないですか。振り返った時に、肌着やったんですよ。肌着で、半袖やったんですよね。半袖の肌着やったんですよ。で、まあ、別に、あれですよ。そんな、僕、全然、あれですよ。その誤解を招くんで、ちょっと言ってきますけど、全然そういうつもりじゃないんですけど、まあ見るじゃないですか。色、ほんの肌着やし、まあとりあえず、まあね、まあ見るじゃないですか、上半身をね。見ちゃうじゃないですか、男やったらどうしても。目線が、反射的に。むっちゃ言い訳しますけど、じゃあ、これはもう全然そういう意味じゃなくて、まあパッて見させてもらったら、入ってるんですよね。なんだろう、お胸の方まで、なんだろう、こういう肌着じゃなくて、ちょっと、もうちょっとこう、V 字型みたいな、V ネック型みたいな、こう、あるじゃないですか。この首元がね。だから、それでチラッと見えたんですけど、お胸の方ぐらいまで入ってて、で、まあ、半袖やったんで、当然腕の方まで出てるんですけど、腕の方まで入ってまして、全然、ほんまにね、パッと見てしまっただけですよ。お胸の方とか、パッと見てしまっただけなんですけど、あ、入ってると思って。で、腕の方も、結構入ってましたね。手首まではいかないですけど、でも手首近くまで、入ってて、こう、スパッて切れてましたね。こう入って、スパッて切れてるような、あれ、もうなんか着てるみたいな。もう、なんか着てるっていうぐらい、こう、綺麗に、手首の方ぐらいまで、入ってましたね。で、あ、入ってるん、ほんまに入ってるんやっていうのをもう一回認識させてもらって、ちょっと怖いなって。ちょっとこんなまじまじと、見たことないんで、ね、女性の方が、ほんな入れてるなんかね、ほんなまじまじとちょっと見たことなかったんで、おー、すげえと思って、と思ったんですけど、まあまあ、もう袋もうそのまま置いててください、いいですよって言ってて、で、あ、いいんですかみたいに言われて、あ、もう全然もうそのままとりあえずもう、両方来て、でもそのままとりあえず両方置いといてください、つって、あ、わかりました、つって。で、
また私服で着てくれやったんですけどね、また、制服合わして、んで、まあ、どっちか決まったら、また私服に着替えて、で、また言ってくださったらいいですよ、って言ったんで。で、あ、わかりました、つって。で、まあ、ここからまあ、10分ぐらい、こう、また外で待ってて、その待ってる間もずっと、うわぁ、やっぱ入ってるんや、みたいな。あんな感じなんや、みたいな。あんなまじまじと、その、まじまじと別見てないけど、その、がっつりとなんか見たことないんですよね。まあ、テレビとかね、画像とかやったらあるんですけど、その、ガチの入れ墨っていうのを俺多分初めてかな、タトゥーとかやったらね、その、何回もあるんですけど、そのガチの、ああいうほんまになんか着てんのみたいな。そういう和柄のなんか、肌着でも着てんのみたいなぐらいなんかすげえ綺麗に入ってたんで、で、あそこまでのやつ多分初めて見たんで、あんな感じなんやー、みたいなとこずっと思ってて。で、まあしばらくしたらまたコンコンと知り合って、あ、もう大丈夫です、みたいな、もう私服にちゃんとね、着替えてくれやった状態で、まあ、呼んでくださって、で、また、部屋に入って、で、まあ、どうでしたみたいな、どっちのサイズが良かったですかみたいな聞いて、で、まあ、こっちの方が良かったですみたいなんで、まあ、聞いて、で、まあ、足のサイズとかも、でも全部ね、靴とか、そういうのも、帽子とかも全部、合わせてもらって、で、まあ、わかりました、みたいな。で、まあ、入社してくださった日までに、それをもう、用意しとくんで、っていうのを言ってて、で、まあ、わかりました、みたいに言ってて、で、とりあえずね、倉庫台の、説明しますね、って言ってて、で、まあ、一応、まあ、職場見学じゃないけど、で、まあ、いろいろ、倉庫内を回ってたんですよね。で、まあ、ここがこういうな感じで、みたいな。で、まあ、ずっと回ってて、ね、一通り回り終わった後に、で、まあ、ちょっと休憩します、みたいな。結構時間長かったんですよ。で、説明会とか、誓約書の説明とか、制服合わせとか、倉庫回ったりとかして、多分1時間半ぐらい、もう、喋ってたっていうか、いろいろ説明してたんですけど、だからもうちょっと休憩しましょうか、つってて、で、休憩室で、まあ、コーヒー、何飲みますみたいな言ってて、で、まあ、いいんですかみたいな、あ、全然いいですよ、もう好きなの選んでください、つったら、まあ、ブラックコーヒーをね、飲んでいただいて、飲んでいただいて言って変やけど、でも、ちょっと嬉しかったですよ。なんかね、変にカフェオレとか嫌やなと思って、こんななんかね、こんな姉さんみたいな人が、なんか変に甘いカフェオレとか嫌やなと思ったら、あ、じゃあブラックコーヒーでとって、うわぁ、よかったっつって、イメージ通りでよかったと思って、で、まあブラックコーヒー、あ、やっぱりみたいな思って、で、まあブラックコーヒーをね、買わしていただきまして、姉さんにね。で、まあいろいろこう、で、ちょっと休憩してたんですよ。で、まあちょっと仕事の話もしつつ、で、ちょっとプライベートのことも聞いてみようかなと思って、休みの日とか、何してるんですかって言ってたんですよ。休みの日ですかみたいな。あ、まあ、パチンコとか行きますね、つってやって。あ、パチンコとかね。あ、まあなんか似合うなと思って、あ、パチンコとか行くんですかみたいな。で、まあ、勝ちますみたいな。最近の台とか、ちょっと、難しないですかとか言ったら、あ、そうなんですよ、みたいな。昨日もう7万負けて、とか言ってて。7万負けて !7 万負けるみたいな。豪快やなと思って、7万負けたんですかみたいな。そうです。昨日だけで7万負けましたよ、みたいに言ってて。え、なんか金持ってるなと思って、なんか、なんかやってんのかな、やっぱり、と思って。金持ってますね、とか言ってたけど、いや、もうほんまないですよ、言ってやって。で、まあ、いろいろそういう、ちょっと喋ってて。で、最後に、駐車場を来てもらった時にね、どこ止めたらあかんか、とかあるんで、で、まあ、この駐車場の説明しますね、つって。で、まあ、二人で、で、まあ、この駐車場の方を歩いてって、で、まあ、駐車場の説明してたんですよ。で、今日どこに止めました?つって。で、今日はあっこに止めましたって言って、お客さん用のね、駐車場のところ止めましたみたいな言われて、で、他に止めましたって言って見たら、レクサスが止まってあるんですよ。お客さんの用のところに、あれ?もしかして、あのレクサスですかって言ったら、ああ、あれですって言われて、え、なんでもう絶対普通の人ちゃうやんと思って、いや、マジですかって、レクサス乗ってるんですかって。ああ、そうなんです。あれ、ちょっと前から乗ってて、みたいに言ってやって、マジでと思って、まあ、K とかやったらね、まだ、なんか、あれですけど、レクサスって、と思って、いや、なんか、まあ、俺もね、あんまクラブマに、正直全然詳しくないんで、まあ、
あの、レクサスって言ってもね、あの、ピンキリかもしれないですけど、でも、それでもそこそこするでしょ。あの、下のやつやったとしても。だから、まあ、マジでと。全然なんか、昨日パチンコで7万負けたとか言ってるし、え、もう金あるやん。もう働かんでええやんって言うぐらいね、まあ、マジかと思って、レクサス、いやでもまあ、イメージ通りでしょ。イメージ通りでしょ。僕はね、すごい、まあ、イメージ通りの人やって、なんかちょっと嬉しくなったんですけど、だからまあ、まあ、ちょっと楽しみやなと思って、いろんな意味でね、採用してよかったなと思って。でね、やっぱね、今回私服やって、なんか、あれやって、まあ、前回スーツやって、今回私服やったんですけど、むっちゃ美人なんですよね。私服の方が美人ですね。ほんまにね、なんかまあ、だからといって、なんかあるわけじゃないですよ。当然ね。なんもないですけど、でもやっぱね、美人な人がね、やっぱ職場にいるだけでもね、やっぱ明るくもなりますし、ほんでまあ、これまだ動画で喋ってないですけど、女性の方でね、もう一人ちょっともう採用が決まった方がいて、その方は、20代の、むっちゃギャルな子なんですよ。むっちゃギャルな子で、なんかね、その方は、僕というより、なんか社長がむっちゃ気に入って、で、まあ、まあ、それまたね、ちょっと動画で喋ろうかなと思うんで、まあ、あれなんですけど、まあ、だからどうなんだろう、まだ、すごい20代のギャルの子と、ね、その全身入れ墨入ってる方と、まあ、どうなんだ、気やったらいいんやけど、まあまあ、どうなんだろうな、みたいな。だからちょっと楽しくなりそうだなと。この職場がね、職場がちょっと楽しくなりそうだなと思って、まあ、いろんな意味でね、ちょっと楽しみやなと思うんで。まあ、今回はね、そういう全身入れ墨の方を、ちょっと採用させていただきまして、まあ、これからが楽しみだなという動画をね、撮らせてもらいました。はい。まあ、本当にね、ありがたいことに、いろいろその、面接をね、ちょっと最近、結構、電話とかもいただけるようになりました、会社の方にね。で、まあ、その面接を、やらせていただいてまして、もうちょっとこの方は、っていう方もね、もう当然何人かいらっしゃるんですけど、この方いいな、みたいな方もね、やっぱり何人もいらっしゃいまして。で、まあ、そのうちの一人が、まあ、今言ったその20代のギャルみたいな、ギャルみたいじゃない。もうギャルな子なんですよ。20代のギャルの子、もう、ね、採用っていうのも決まりまして。まあ、それの方はね、まあ、もう社長がっていうのがあったんですけど、僕というよりも、ほぼ社長が、もういいやんみたいな感じでね、決定したんですけど、もう他にもね、男性の方で、おっちゃんの方なんですけど、すごい、ずっと倉庫やられる方と、倉庫の経験が多い方とか、まあ、いろいろな方が本当にね、入ってきたんで、また、それもちょっと動画にしたいなと思うんで、ちょっとさすがにね、それを全部喋っちゃうともう1時間ぐらいになっちゃうんで、もうちょっと言い切ろうと思うんですけど、まあ、本当にそういう方もいっぱい入ってきて、で、まあ、ちょっとこの方は不採用になっちゃったんですけど、ちょっとすごい方とかもね、来られまして、それはそれでちょっと俺動画でめっちゃ喋りたいなと思うんで、またその辺もちょっと動画にしたいなと思うんで、まあ、長くなっちゃうんでね、もうちょっと切りたいなと思うんですけど、まあ、それはそれで動画にしたいなと思うんで、お楽しみください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。